はいお元気のです本日はですね、まあ明けましておめでとうございますということなので、えーまあ、一応お、まあ、この生徒のが一番いいだろうと思っております、えー。ちょうど今から9年前のですね、えー、過去最悪だったセンター試験、まあ、その時の過去最悪だったレベルがおそらくう間もなく、えー、2週間後に行われる共通テストで起きるだろうということでですね。 ここれを繰り返し言いいいい続けてたととと思います、はい、ということで、まあ、共通テストの,です、ねまあそのえー、東京大学の文系に合格した生徒ですけれども、まあ、古文が32点しか取れなかったとで、漢文も38点しか取れなかったというふうな形で,です、ね、もう過去最悪のテストだったという,ふうなことでした、うんで。やっぱり数学も取れていません。 で一応、今からお見せしますけどですね私のあだが大体言うことの反対のことをですね共通テストの作成員の人たちが私の言うことを聞いてで私の言うこととは反対のことを試験ではやるというような形でですねやっておりますので。 えー、あえて私は難しくなるというふうに言い続けてます。難しくなるというふうに私が言えば簡単にしてくれますからですね。はい。ということで、おそらく簡単になってくれるだろうというふうに期待はしてるんですけどですね。まあ、ただ、数学は絶対に、あのー、簡単にはしないと思います。もちろん、あのー、去年のね、えー、過去最悪だった、えー、共通テストの去年のやつよりは優しくはするでしょうけれども、おそらく過去の、 センター試験などと比べてね、まあ、過去最悪のレベルの難しさにはなると思いますので、えー、数学も国語も難しいということですね。で、他の教科もやっぱり難しいというような形になる可能性が非常に高いので、まあ、一応それを覚悟してもらいながらですね、えー、今日の点数をちょっと見てもらおうかなというふうに思っております。はい、ということでですね、まあ、この生徒さんはですね、うちに久留米実習室に来て、で、まあ、私に相談していたのは、 まあクラスメートなどにですね、もしの結果なんかが返ってきて一緒に東大とかを受ける予定だったクラスメートからですね、お前、こんな低い点数で東大を受けるのとねいくらなんでも東大舐めすぎなんじゃないのという,ような感じでですね、毎回、毎回こうクラスメートから言われるともう悔しくて悔しくてしょうがないと自分は東大行きたいのにとね自分は東大を受けたいのにもうこんなにひどい点数なのでもうちょっとどうしようもないという,ようなことで。ですね、 まあ彼は言っていたわけなんですけれども、まあ、実際のところですね、この子はですね、あの施設高校の文系クラスの中で数学だけはトップレベルの成績だったんですよ。だから数学ばっかり勉強してたんですね。数学ばっかり勉強してたから、他の教科全然やってないわけですよ。他の教科やってないから、もうボロボロの状態で、もうとにかく数学に手を出したら最後です。数学に手を出したら、もう他の教科勉強してる時間なくなっちゃいますから、やっぱり他のね、えー、そういう文系の子たちっていうのは、 昨日、理系ということですね。はい。まあ、旧大の医学部中いで、昨日は理系の話をしましたが、今日は文系の話ですけど、文系の生徒たちの中で数学に手を出したら、もう他の教科がボロボロになるので、もう英語とか国語とか社会でね、これで、えー、理系の生徒あ、文系の生徒たちっていうのは点を挙げているわけですよ。だから、これをしっかりやらないといけないんですね。だから、もうとにかく本人には、もうとにかく数学はやりなさんなと。 他の教科頑張りなさいということでですね、もうとにかく数学を勉強しないように、他の教科頑張るようにしたことを繰り返し私の方で言い続けましたので、なんとかですね東京大学には受かりました。うん、ということでですね、まあ、実際それだけ他の教科頑張ったんだけれども、取りやすいはずの古文とか漢文でですね、もうボロボロだったわけですよ、もう古文なんかも源氏物語で過去最悪なぐらいに難しいのが出てましたしですね。 だからおそらく今年のあと二週間後に行われる共通テストもまあ源氏物語の一番難しいところをドカンと出してくるというような形でですね、うん、誰も取れないというような形になると思います。でもう古文に関してはですね、あの誰でも詰め込み暗記やっておけば。 ままあ、まあ,あの20点は取れるるよようにでできてるわけですよでその20点から上のですね、えー、20点から50点満点のその残りのところがまあほぼほぼその読解問題とかになってきちゃうのでもう詰め込み半期だけではどうしようもないという世界でじゃあ一般の生徒が20点取れるのにその東大に合格する生徒でも32点というです、ね、ほぼほぼ12点ぐらいしか点差がつかないわけですよ。 だからもう頑張っても、もう、子分では差がつかないというようなところがあるかと思うんですね。うん、ということで、まあ,あの、そうは言ってもですね、あの私の教え子たち、古、まあ、分厳しいぞっていうような話をしているもんですから、まあ、20点未満の子たちが結構多いんですけれども、やっぱ20点は取れると思うんですよ。とりあえず20点取れば、東大に合格するような生徒とは、あんまり点数差はつかないということですね。はい、ということで、えー、今日の点数見ていきましょう。よいしょ。 5分経ちましたので前半戦終了ということで、すすねよいせ、はい行きますととうことで、えー、毎回お見せしておりますけれども、まあ、今日は正月ですからね、1月1日ですから、まあ、この生徒からスタートするのが一番でしょう。ということで、えー、今年ははそらくこのレベルのめちゃくちゃ難しい、えー、共通テストになるだろうっていうことをですね、繰り返し言い続けました。なので、えー、共通テストの作成委員の人たちが少しは腰が引けて、 優しい問題を出してくれればいいんです。けれども、はいまあ、数学はですね。この子は附設高校の文系でもトップ中のトップの生徒でした。附設高校の文系でトップ中のトップの数学の成績を取っているような、そういう生徒で、えー、数学に b は75点しか取れてないということですね。はい、とてもじゃないけど、8割取れないわけですよ。もうそれくらい、やっぱ数学って難しいわけですよね。うん、もう不設のトップ中のトップの子でも取れないという風うな感じになってます。 うち、まあ、に来ていたですね、えー、明前高校の文系で4番まで上がった生徒なんかもですね数学がめちゃくちゃ得意でもう数学ばっかり勉強してたから全然順位が上の方に上がらなくてもう数学やめなさいと他の教科頑張りなさいと言ってやっとその子はですね、えー、明前高校の文系で4番まで上がったんですけど、まあ、それでもです、ね、もう数学センター試験の数学はもう満点取れますと全部解けますとうう彼女は言ってましたけれども、まあ、それでも6割台しか取れてなかった。 ね、65%とか、そこらしか取れてなかったです。だから数学が得意だっていうような生徒たちでも、ですね実際のところ、名前高校のトップの子で、えー、文系のですね文系の名前高校のトップの子でも65点くらい、こういうふうに布施設高校のトップの、文系のトップの生徒でも75点くらいというような感じで、ですね、まあ、ほぼほぼ取れないわけですよ、皆さんですね。 皆さん、取れません。数学で取れないっていうのは、もうこれ、しょうがないっていうところがありますが、じゃあ、国語取れるのかっていうと、国語も取れんわけですよね。古文、漢文、めちゃくちゃ難しかったです。はい。ということで、えーまあ、9年前の試験をやってみたらいいと思います、皆さん。ねえー、2014年の1月に行われたあーセンター試験のですね、国語のおー古文、漢文の問題、やってみたらいいと思いますよ。もうめちゃめちゃ難しいですからね。 はい、といととうことで、古文32点、漢文38点という形で、ですね、まあ、漢文なんかもよくあるテクニックとして、その人物のを移動しているような状況をです、ね、移動しているのを見ながらあ、どの人物の発言なのかとか、そういうふうなのを判断していくというふうな、まあ、漢文のテクニックなんかもあるみたいなんですけれども、わざとその漢文のテクニックが通用しないようにですね。もう、 あのただ単に登場人物が座った状態でえお互いに話をしているだけという風なめちゃくちゃ難しい内容を作ってあったりとかですねしてあったみたいなのではいもう見てもらったら分かると思います。英語で200点満点で185点取るんですよと、物理まあ理科ですな理科で97点取るんですよと。当時はまだ あの理科の基礎とかなかったからですね、はい、理科で、えー、97点とか取るんですよと、まあ、社会は世界史と日本史を選択してますけどね、もうすさまじい選択ですけれども、まあ、世界史で95点、日本史で89点とかね、もう社会とかでもう満点近く取るんですよと、理科も満点近く取るんですよと、英語も満点近く取るんですよと、これはもう基本中の基本です。英語と理科と社会で満点近く取るんですよと。 国語ととと数学ボボロボロになりますすからねねいうことです、ね、よろしいですかはい、そこをしっかり押さえてもらったら、東大でも合格すると思います。よろしいですかねはい、よいしょ、まあ。そういうようなことで、えー、とにかくその、まあ、国語とか数学とかに関しては、作成委員の人たちがもうめちゃくちゃ難しい問題を用意すると思いますので、まあ、覚悟しといてった方がいいと思いますね。 であと生物の作成員の方もめちゃくちゃ難しい問題を出したりしますから、まあ、この3つが有名ですけどね、はいまあ、数学と国語と生物の作成員の人たちはもうめちゃくちゃな問題を出してきますただやっぱりあのうか共通テストの思考問題とかを見てみますとやっぱ物理とかも難しいわけですよ。 これで最近はやっぱり科学なんかもよく難しい問題出したりしていますからもう物,理もす物理も科学も生物も全部難しくなるんじゃないかというところですね。 社会なんかもやっぱり難しくしてくると思いますし、もう全部難しくしてくると思いますのでね、共通テストですから、そのためにセンター試験をやめて共通テストにしたわけですよ。センター試験をやってる間は難しい問題出せないんですよね、出したくても出せないということで、難しい問題を出したいからセンター試験をやめましょうねと。 難しい問題出したいから共通テストにしたんですよ、ちな、ね、からそこら辺は差がつきませんから、さっきから言っているように、5分とか、ねえー、詰め込み暗記だけで20点は取れるんで、そうなると東大に合格するような生徒の32点と、ほぼほぼ点数の差がつかないから、詰め込み暗記で必死にね、そこら辺の差を詰めていきましょうと。じゃあもうこれだけ難しくなってくるとね、おそらく2週間後に行われる共通テストは、できることできないこの差がつかないよう な難しい問題になると思いますでできない子は詰め込み暗記をしていけばできる子たちに点数の差を詰めていくことができると思いますからそこで頑張りましょうということですねはいということで最後まで聞いていただいてありがとうございました気に入っていけばチャンネル登録お願いします下の方に私のブログお問い合わせシート電話番号などありますのでよろしくお願いしますはいということで以上です